強くなれる理由を知った。僕を連れて進む。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画はこちら、鬼滅の刃ウエハース2を開けまーす。はい、今回はすいません、レゴじゃありません、鬼滅の刃ウエハースです。ちなみに僕はアニメを全部見て、鬼滅の刃の原作は20巻まで見てます。僕最初原作見て、その後アニメ見たんで、やっぱアニメめちゃめちゃすごいですよね。はい、今回の動画ではこちらの鬼滅の刃ウエハース2を開封します。ちなみにパッケージは全部2種類です。僕ね、煉獄さんが大好きなんですよ。原作見た人だったらわかるんですけども、8巻めちゃくちゃ泣けますよね。いや、もう僕はあれで煉獄さん大好きになりました。ちなみにウエハースの味はバニラクリーム味です。あー、バニラクリームか。僕どっちかっていうとココアクリームの方が好きなんですよね。内訳を話すと、場面カードが25種類、ビジュアルカードが9種類、そしてシークレットが1種類です。場面カードはアニメの、まあ、1コマのカードですね。あ、そうそうそう、今回鬼滅の刃ウエハース2を開けるということで、まあ、カップラーメンとか入れているところ掃除してたら、なんと鬼滅の刃ウエハース第1弾の未開封がなんと2つ出てきました。ちなみに僕は鬼滅の刃ウエハースの第1弾は開けたやつ含めて7使って出たのがやばいんですよ。まずサビトとマコモ、炭治郎とネズコ、玉代さんとユシロ、次は善逸、そしてなんとこちら炭治郎のシークレット、そう、これが出たんですよ。めちゃめちゃ嬉しかったです。今回のシークレット多分炭治郎なんじゃないかなって思います。ちなみに僕、種類は見ていません。まあ、せっかくなんで、この第1弾も後に開けます。では開けましょう。あ、その前に、ウエハースなんですけど、このジップロックに保管して1枚ずつちまちま食べようと思います。これパッケージ見る感じ、アニメ第1期の場面のカードなんですよね。ってことは、鋼塚さんのあのシーンあるかもしれない。ちなみに僕、煉獄さん好きなんですよねって言ってたんですけど、鋼塚さんも好きなんですよ。鋼塚さんの何が好きかっていうと、刀折られて、もう炭治郎殺しにかかるところが結構面白いんですけど、もう鋼塚さんめちゃくちゃいい人なんですよ。ちなみに僕、友達にお前鋼塚さんのモノマネうまいよねって言われたので、まあ、動画の最後ら辺に、まあ、やろうかなって思います。ではちょっと長くなっちゃったんですけど、1枚目開けます。いやー、これちょっと楽しみだな。では1枚目、せーの、よっと。おー、義勇さんだ。おー、かっこいい。これが場面カードですね。裏はこのようになってます。おー、かっこいい。俺が来るまでよく耐えた、あとは任せろ。うわー、もうこれは本当にかっこいい。1枚目は義勇さんでした。で、肝心のウエハースは、あー、やっぱ安定のバニラクリームですね。これ正直な話言うと、あんま美味しくないんすよね。さっき言ったんですけど、僕どっちかっていうとココアクリームの方が好きなんですよね。これちょっと余談なんですけど、これ絶対にウエハース食わない人いると思うすね。この味がいまいちだったら、ココアクリームだったら絶対にみんな食べてくれると思うんですけど、なんでバニラクリームにしてるのかな、ちょっと意味わかんないな。では2枚目開けます。ちなみに狙うのだったら、まあ、さっきの鋼塚さんと、多分このパッケージのこの日の神神楽、ルイにとどめを刺す、俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない、あれ出るのかな。あれ出たらめっちゃ嬉しいですね。いただきます。せーの、よっと。おお、わっ、これはすごい。サビト対炭治郎、これ鱗滝さんのとこに弟子入りして、石を真っ二つ割ったら、じゃあ最終選別に行っていいよっていうことで、まあなかなか割れない炭治郎を見かねたサビトが、まあ相手するんですよ。今日こそ勝つ。おー、これあっという間に決まっちゃうんですよね。2枚目は炭治郎とサビトでした。では3枚目開けます。いきます。せーの、よっと。おー、はー、ルイ対炭治郎だ。うわー、かっこいい。あ、これが、ビジュアルカードですね。うおー、素晴らしい。裏はこのようになってます。ルイと炭治郎、3枚目はルイと炭治郎でした。では4枚目開けます。いただきます。せーの、よっと。うわー、来たー。まあ、名シーンちゃ名シーンなんですけど、僕が思ったやつじゃないですね。さっき言ってた俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けないじゃない方ですね。これは何だろう。あ、日の神様になりきる。あ、そうそう、これ炭治郎のお父さんのシーンですね。4枚目は炭治郎でした。4枚開けたんですけど、結構炭治郎率多いっすね。これってもしかして煉獄さんと鋼塚さん、まさか入ってないのかな。では5枚目いきます。せーの、よっと。おー、善逸と伊之助だ。これはビジュアルカードですね。裏面はルイと炭治郎と一緒で、こっちは縦面になってますね。5枚目は善逸と伊之助でした。あ、もう気がついてたらもう半分
超えちゃってましたね。じゃあ次は6枚目開けます。いただきます。せーの、よっと。あ、忍だ。これ忍ほぼ初登場のシーンかな。いやー、忍はマジでいいっすよね。では7つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。お、これか、まさか炭治郎の、あ、これなのかな。あー、これだこれだ。もうこのシーンめちゃくちゃかっこいいんすよ。いや、もうこのシーンめちゃくちゃ泣きました。もうこれは嬉しい。これでルイの首を切ったシーンは本当にかっこよかった。いや、もうこれ買ってよかった。7枚目は炭治郎でした。では最後8枚目開けます。いや、もう最後なのが、ね、あっという間っすね。では最後いきます。せーの、よっと。おお、これ眠り前逸でどの場面だっけ。あ、雷の呼吸1の方、霹靂一閃、何回だっけ、6回、4連だったっけ、それを放つシーンなんですよね。これもかっこいいんだよ、ほんと。で、最後は善逸でした。はい、では8パックすべて開けました。で、結果は、まず1枚目が義勇さん、2枚目が炭治郎とサビと、3枚目が炭治郎、4枚目が炭治郎とルイ、5枚目が善逸と伊之助、6枚目は忍、7枚目が炭治郎。で、最後は善逸でした。これはアニメ好きは絶対買って損はないです。いやー、かっこいい。ではもう最後なんですけど、この第1弾の未開封のウェハースを開けます。ちなみに第1弾のウェハースの種類は見てるんですけど、欲しいのは、柱の煉獄さんかな。では第1弾開けます。もう第1弾ってもう絶対どこにも売ってないですよね。いただきます。せーの、よっと。おー、姫島行明だ。南無阿弥陀仏。もうアニメ勢の人は絶対行明さ、大して弱いんじゃないかなって思うかもしれないですけど、実際むちゃくちゃ強いです。20巻の行明さん、むちゃくちゃ強かったです。柱カードの裏ってこうなってるんだ。後ろにはアニメのあらすじと一コマが書いてますね。1枚目は姫島行明さんでした。ではもう最後です。いや、もう煉獄さん出てほしい。いただきます。せーの、よっと。マジで？こんなのあるの？まさかの行明さんがダブルという。うわ、これ信じられん。あ、そうだ、僕これ徳島のイオンで買ったんですけど、ホビーゾーンで3つしか買えなかったんで3つ買って、その後1階の食料品売り場で適当に4つ選んだんで、あー、ダブっちゃいましたね。こんな奇跡あんの？いや、まあそういうことありますもんね。はい、というわけで第1弾は2枚開けて、まさかの行明さんが2枚出ました。あー、なんと水ぼらしい結果だ。かわいそうに。はい、ということで、鬼滅の刃ウェハース2、8パックを開けました。もうこれは本当に、もう素晴らしかった。これは本当にアニメ好きは絶対買って損はないです。あ、ちなみにリベンジするかしないかで言うなら、僕はまあリベンジはしません。炭治郎のこれが当たったので、もうめちゃくちゃ大満足です。ウェハース3は多分無限列車編と原作の9巻から11巻あたりが出るんじゃないかなって思います。もし出るのだったら、鋼塚さんの、これ原作見てない人じゃちょっとネタバレになっちゃうんですけど、八つ墓村スタイルの鋼塚さん欲しいですね。これは本当に素晴らしかったです。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。鋼塚さん、よくもおったな、俺の刀を。よくもよくも、すみません。でも本当に俺も死にそうになったし、相手もすごく強くて。違うな、関係あるもんか。お前が悪い、全部お前のせい。お前が貧弱だから刀が折れたんだ。そうでなきゃ俺の刀が折れるもんか。でも殺してやる。うわー。